SSCB-8 ホーネット出撃準備はできてるわ。 Let's get through this together。 とにかく一緒に頑張りましょう。はい、こんにちは、多聞丸の、カンコレです。はい、秋のりさん、大輝、お疲れ様です。ゆっくりしていってね。今日もですね、E5 の、まあ、攻略やっていくんですけども、難しいですねここね。やってはみたんですけど、なかなかね、なかなかボスを倒す手応えというか、攻略できるかどうかというのもね、まあね、普段あんまり空母をね使ってボス倒すっていうか攻略してなかったのでね、ちょっと苦手ですよね。まあ戦艦で本気戦でなんとかんとかダメージを与えるっていうのは、なんとなくイメージ湧くんですけど、開幕で、まあ、相手の第二艦隊を全部落として、まあ、支援艦隊で敵の第一艦隊に本気戦でダメージを与え、なおかつ、まあ、空母でね、まあ、艦載機の、まあ、クリティカルで、敵部隊を落としていくっていう流れになるんだけども、どうも落としきれない。そこで、まあ、野戦に行ってもなかなかボスの体力がね、まあ、満タンになってたりとか、まあ、半分まで削らないとね、まあ、カットインでダメージ与えられるのも、まあ、自分体感で300くらいですかね、まあ、そのくらいのダメージはなんとか出せるんですけど、まあそうなるとやっぱりね、体力的には500以下になった状態で、まあ敵の追犯が何隻か残っててもいいんで、とにかくボスにダメージがね入ってないことには、こういうの嫌いじゃない、まあ、とどめを刺すチャンスがね訪れないというか、まあ、そういう戦い方になってるんでね。作戦計画概要をご説明します。そこをどうやって当てるか。まあ、そこら辺を見てもらえればいいのかなと思います。おっといけない、はい、第二艦隊の、サウスダゴタとナガラには、ダメ艦を積んでますので、そこは大破しても進軍していきます。まあ、他の子が大破しちゃったらね、あの道中でも、退却です。はい、では行きましょう。
きのり、虎穴さん、絵さんと比べてどちらが難しいですか？イーさん、まあ難易度っていくとイーさんの方が難しかったんだと思います。自分の場合、まあ運が良くてね、まあタッチ攻撃がまあボスに刺さったので、まあ、勝てましたけども、野戦に持ち込むからのあのフィニッシュということになるとE3の方が難しいと思います。やはりタッチは全てを解決する。この勝利わらわの力ではない。せっかくだから、攻略サイトを見てもね、ここあのヤマトと武蔵あの使えるんであれば、まあ、使った方がねいいよっていうくらいの難易度で、まあ、この編成でもやれなくはないんだけども、まあ、やってみた感想としては、あともう一撃で倒せるかどうかっていうレベルじゃなくて、もう2手3手足りないっていうね、そんな感じなんで、まあ融通か今回ね、今週後半にまあ来てくれるということなので、まず今日は、まあ、全力で行ってみて、まあ、それでも足りないというのであれば、まあ、ユーグの力をね借りようと思います、まあ、よくここまでユーグに 頼らなかったというかね、まあ、よくやってくれましたけどもね、まあ、いよいよイベントも一月経ってますので、まあ今月いっぱいやるとは思えないので、多分あと3週間、1、2、3、あとまあ20日、20日前後、もうちょっとやってくれるかな、25日とかね、まあそこら辺までじゃないかなってちょっと内心思ってるんで、まあそうなるとあと2週間まあ E6 もね、まあなんだかんだで、まあ、ゲージ4つあるので、まあそれに走行破砕とかも考えると、やっぱり1週間くらいはね、まあ、攻略に時間かかっていくと思うし、まあ、そこから、まあ、さらにね、まあ、困難というか最後のとどめを刺さないといけなくなるんで、まあ、それが1週間でできるかどうかということに関してはもう はっきり言って何とも言えないです。あとはね、完走できるように頑張るだけですけどね、あまり難易度にはね、その場合はもうこだわらないで、まあオツでもね、まあ兵でもね、とにかくクリアしないことには始まらないんで、そこを目指してね、やっていきたいと思っています。まだまだこの程度では沈まんぞ。ながらの足についてこれる？枯らせなかったか。もっと鍛えておけば。悔しい。
多分来日はね、為替だというか、多分大丈夫。そっちは大丈夫だ。問題なのはこの航空攻撃だね。これが、あ、擦り傷なんだから、うん、うん、なんとかなったね。いいような気がします。弾幕です。だいぶダメージは受けたけどね。まだいける。下の2人が無傷であればまだ、まあそれでも、まあ戦闘の流れ次第だけどもまだチャンスはある、うん、と思う。コケツさん、広報彼氏、本当に嫌ですね。本当、誰がつけたかわからないね。なんていうか。厄介ですよね。まあ、せめてね、TP みたいに弱点とかがあればいいんですけど、もうね、艦載機全部落とせっていうね、わけのわからない、対策しか取れないっていうと、これ対策じゃないからってね。まあでも、なんとかボスまでは来れましたけどね。今現在の艦隊の航空戦力は、まあ4隻とも、まあ、健在ですね。まあ、全員、戦闘力は十分あります。あとは基地航空隊ですね。まあ、これがどういう働きをしてくれるのかと。秋のり、こけつさん、アトランタ持ってないので今回地獄です。ていてい。いやー、アトランタ E3、まあ E2 でもね、活躍の場面がありましたけど、まあ、自分どこで使ったらいいか分かんなくてまだ使ってないですね。うん、まあ、使わないで、まあ、終わるのに越したことはないんですけど、まあ、使っちゃうとね、もう他に回せないというか、本当にアトランタは代替がちょっと効かない艦なんでね。ここで沈め。まあ、できればもう一隻欲しいとこですけどね。それもこのマップクリアしてからじゃないとね。まあ、そんな悠長なことも言ってられないんでね。まずクリア しないことにはね、話にならないということですよね。あれ、だ第二に攻撃してくれないんですか。ちょっとみんな第一に行ってるんだけど、作戦とは。みんな第二、第一行っちゃったよ。始めましょうか。作戦は全く予期せぬ方向に行ってしまったんだな。これで落と
せないと、もう、プラン崩壊なんだが。これは、看板は大丈夫ね。まだまだ戦えるわ。まあ、第二は第二でやってもらうから、もう第一やってくれ。やってくれ。よし。よし。ホーネット。いいとこ行ったぞ。よし、一つ。いいわけないだろ。第二次攻撃隊、可動機、前期発艦。とにかく数を減らすことが肝要だからね。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと今日、いや過去一空母は働いたよ。でも秋のり虎穴さん大きい。ただ第二艦隊はほとんど死んでるんだが、これからなのか。逃がしはせん、ながらの足についてこれる。かまうことね。こう野戦に行かないとかっていう、そういうパティーンだけは避けてほしいんだが。さあ行きなさい。あ、そこやっちゃった。悪くはないが、そこやっ、まあでもこれ第二艦隊をほぼ落としたんで、落としたんでいいはずなんだけど。行くわよ。前期突撃。よし、2階はこれで1つ落として、一番下の子、あーそっちか、400。400だから、まあ2発刺されば倒せるけど、随伴がだいぶ残ってるんだよな。これは、悪くはない。いいわけないだろ。401か。ふざけるな。開けるかよ。綾波が守ります。行かないか。秋のり、虎穴さん、4択か。ボスには最後行かなかったですね。でもだいぶ良かった、いい感じだったんだけどな、今の。やっぱり基地がちょっとね、荒ぶっちゃったね。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの。綾波が一番だ。第一に、攻撃に集中してしまったので、これは、これはみんなの戦果。フリートが港に戻ったわ。航空隊は。もう問題は基地だ、基地国大だ。これご説明します。ああ、まあまあ、秋のり、虎穴さん、友軍あれば今ので割れましたね。友軍あればもうちょっと、もうちょっといけたんじゃないかなと思うんだけど、いやー、ちょっとここのこの航空隊やられちゃったね、はやぶさ隊。ちょっとこの連動では戦えないから、ちょっと飛燕隊にちょっと頑張ってもらおう。はい。That would be great. まあ、ちょっと今日の戦いはね、今までよりも。ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。まあ、過去一空母が活躍してくれたんで、あんな感じであればね、ああやってまあ4択まで持っていける、いや、もっといい感じになれるはず。だからもうちょっとね、もうちょっと時地航空隊が第二艦隊を、まあ、落として、であわよくば相手の軽空母もね、まあ、中大破させてくれれば、まあいい感じになるんだけども。
まあ、そういう形になってくれれば、まあ、さっきの、まあ、フィニッシュもね、まあ、何択とかっていう状態じゃなくて、確実に落とすことができると思われるんですけどもね。さて、まあ今のでもね、まあ分かる通り、まあ、道中も結構ね、まあ、被弾しやすいんで、まあ、抜けられればね、まあ、これに越したことはないんだけどね。この空襲マスとね、この5と N2 までは、うん、まあ多分大丈夫、そこまでは大丈夫だ。いや、それも満身か。一歩一歩進んでいく、それしかないんだ。さて、この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの。バルスターか、もらっておこう。ごめんね、みんな。ワシントン、せっかくだからもらっておくけど、もちろん、霧島、これはみんなの戦果。これを見てくれ。この1ヶ月余りのね、戦闘で、まあ、燃料も弾薬も、もう10倍以上ね、消耗も消耗して、まあ、暴気も間もなく10万くらいのね、消費量になるわけなんですね。まあ、まだ行くばっか残ってる資源も、おそらく先に。秋のり、こけつさん、今回、ボス到達率がどの海域も悪いですよね。ボスはね、到達したいんだけど、させてくれないよね。まあ、もちろん過去のイベントでもね、まあ、ダイソンを置いてみたりね、まあ、先制ライン消してくるやつを置いてみたりね、まあ、うん、まあ、PT とかね、うん、まあそういう、まあ、障害物あるけれども、まあ、今回の後方彼氏は本当にね、許されないよね。もう過去一許されないよ、これは。これはダメージは覚悟しないといけない。対話しなければいい。もうそれしか、もう、あの、祈るところしかない。うん、そうね。この程度では沈まんと。うん、当たらないで。当たってる、当たってるんだよな。よりどり緑っぽい。よし、一人は黙らせた。構うことね。やっちまえ。ただ次のライン撃で。には見える。
秋のり、こけつさん。祈るしかねえな。秋のり、こけつさん、ああ。祈るしかねえんだよな。うわぁ。イデアさん、こんばんは。あ、イデアさん、こんばんはです。ゆっくりしていってね。あんまり気持ちのいい展開ではないですけど、これでもね、第二艦隊の機関の大破は、システム的に大破してても、強靭しないというね、いうことで、ここだけは、進軍していきますけども、あんまりやりたくねえんだよな、この戦い方は。マヤナミも1ダメージ受けたら大破だから、これは受けられないかな。という覚悟をしていかないといけないな。追撃戦嫌いじゃないんだ。一石は黙らせたね。一石はね、黙らせて、あと5隻、あと4隻、あと2隻、あと1隻、やられたかな。おー、かわした。綾波、あと1受けたらダメって言ったの嘘でしたね。1受けたのに残ってました。これが根性かな。やるな。ホーネットの戦果が大きいっていうの。俺か。そうなるか。ああ、確かに敵を沈めた。単獣陣で落とすっていう戦法もねあるんだけど、だとすればおそらく竹がね大破してるか中破で、綾波に限っては絶対大破してたんで。ここはね、抜けてくれたのは多分だけども、手法をね綾波に持たせてるんですよね。あれの効果が発揮したのかもしれない。いつまでもベッドの中にはいられないんだよ。ではまた対戦お願いします。みんなの力をここで見せてくれ、お願いだ。機関機出ちゃったね。よし、第二やってくれた。よし、秋のり、こけつさん、ご分を。航空隊、これはもう十分やってくれた。ありがとう。始めましょう。打ち方、始め。もし航空攻撃も行くばっかだな。ダメージは出してくれたけども大丈夫だ、多分な。7は辛い。7は辛いよ。艦隊前進、追撃戦に移行します。15か。続いて巨雷を全て放棄して誘爆を防いで、まだ大丈夫。クリティカルが出ればよし。サラはここまでか。直撃隊も攻撃隊の援護にも
よし、ショカル、ナイス。よし、第二艦隊は先ほどに比べるとかなりマシな状態なんで、下、こいつやって、こいつを。よし、落とした。70か。ボス700だからな、できれば500まで減らしてほしいんだけど。昇格、おお、昇格だけで2回やった。追加く、うん、いいぞ。あー、倒せないか。まあ最低限3択にはなってるな。あー、竹がやられてしまった。うん、辛い、ここは辛いぞ。うん、足りないな。アキノリ、コケツさん、三択。あー、ダメだ、ボスに刺さらん。やっぱり500を切らないとやれないね、やっぱね。いや、でも昇格の攻撃はね、私やりました。関西機の子たちも随伴艦の皆様も本当に頑張ってくれました。感謝です。ワシントン、どうだ。あ、キリジマ、これを見てくれ。さて、航空隊は、サラトワの航空隊がちょっとやられちゃったね、ここね。ここはちょっと替えを出さないといけないな。作戦計画概要を、こっちに関しては、まあ、飛竜隊は、まあ、予備があるんでね、こっちを投入して、第二航空隊はこのままでいけるね。第三もまあまだ戦える。うん、まあちょっと不安だけど、まずこれでいこう。どうするかな。代わりか、あんまり代わりがないんだよな。水星にかけるか。水星のこちらで行くか、どっちで行くか。1人型か2人型か。6346の、よし、1人型で行こう。いい子たちですね。うん、あとは戦える。数That would be great.戦うたびに熟練度がね、落ちていってるんで。うん、まあ弾薬が切れずに残ってしまう場面まで発生してしまうぐらいの、まあ、状態だからね。この交渉は腕の良い職人がおるの。あ、しんちゃん、終わり。ちょっと直すわ。そしたらまた出る。放射装置もしっかり装備しなくちゃ。ごめんなさい、綾波修理に入りますね。まあ私だってたまには怪我するし。まずは後方でお休みをいただきます。うん、
まあ、寝返りを黙らせたのはでかいけどな。装甲は抜かれていないが、念のためかな。さて、まあ、回収できるものは回収していきましょう。あとはまあボスを倒すだけとは言ってもね。これが遠い。まあ見ての通りね、あと一発ではないからね、あと二発ぶち込まないとね、倒せないのか、あるいは二発では足りないのか、あと一撃で倒せるあのヒットポイントがね、もう大破になってくらいまでね、あのできればあと一歩だなって思うんだけど、どうもそういう感じじゃないのは、まあ、見てもらってて感じてもらえるんじゃないかなってね思うんですよね。始めましょうか。ホーネット攻撃隊、さあ発艦始めなさい。打ち方始め。あと一歩であればね、回数なんだけども、これが私の限界なのかもしれないし。この勝利、わらわの力でもない。でも諦めたら本当にね、そこで終わりなんで、まあ現に戦ってるカンムースたちはね、もう全然そんな始めなさい、諦めるとかっていうことは絶対に言わないと思うんでね。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊、あとはどういう、まあ、プランを提示できるかなんだよな。もらった。ふざけるな。飽きるかよ。まあ、あんまり触れなかったけどね、戦闘形態に関しては特にあの反抗戦とかにはなってないんで、どっちも同行戦だったんでね。この戦い、ホーネットの戦果が、うん、いい風は吹いてるんだよな。スワールスターか、もらっておくわ。ごめんね、みんな。あともう少し噛み合えば、まあ、そういう意味では E さんの方がね、うん、断然難しかったし、 E2 の方がね、始めましょうか。まあ、絶望感があったのでね、ここはまだね、それに比べたら、始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。終わりが、まあ、見えてるっていうこともあってね、気持ち的にはだいぶ楽ですね。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの。この勝利、わらわの力でごめん。ではここからが本番だぞ。ここまではほんまに本当お遊びみたいなもんだからな。後方彼氏が現れるところからが本当の戦いだ。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。
が薄いような気がします。黙っててくれ、黙って、黙ってろ、黙ってろ高校彼氏。よりどり緑っぽい。やったか、やったな、よしこれやった。構うことね、黙らすな。たけー、あー、これはまだまだだ。もらっちまった、いいやつもらっちまったよ。まさか集中攻撃してくるとは。弾が優秀、いや階層が効いたかな。勝利勝利大勝利、最高の日。無念、無念なら撤退するしかない。クレイトが港に戻ったわ。みんなご苦労様。作戦計画概要をご説明します。今の抜けられると思ったんだけどな、That would be great. 助かるわ。助かるぞ。苦しゅうないぞ。本当に竹のこの一撃のみで退却せなきゃならないのは苦しいけれども、これも仕方ない。隊列に関してはよし、ちょっと変更しよう。ここを変更して、で機関を、よし今日サラで行こう。あとは、このままかな。How are you? あの支援艦隊もだいぶ。よし、行こう。呼吸、ありがたいです。行ってるけどまだ行けるな。これでまた出撃可能です。よし。はい、サラはここに。特にいじるところは、これね、さっき言ってたあの手法の効果だって言ってたのは、まあ、これの、まあ、装甲が、まあ、1プラスになってたんで、まあ、それで助かったんじゃないのかなっていうのと、まあ、魚雷もね、まあ、少しだけどね、まあ、装甲値が上がったりする効果があるんで。その竹に関してはそういうのないんだよね。回避はあるけど、まあ、まあそこをかろうじてこいつはあるけどね、こっちないからな。これ4連装に変えれば少しは、ああそう、こっちは上がるな。一応使うか。火力は少し落ちるけど。だが、魚雷は外せないわ。
頼むぜ。うん、代わりに。夕立ちにポジション持たせよう。提督さんのためなら、夕立ちどんどん強くなれるっぽい。ちょっと感想。これだけだ。では行きましょう。作戦計画概要をご説明します。検討を塗る高段作戦第5作戦海域が無事に帰ってきてくれることを願って、皆さん行きましょう。あとは大量を願って出航。不安な展開だな。行きます。航空隊発艦始め。サラの子たち頼みます。いい？少しここは静観してミリューであるまい。してもらえればいい。サラの成果そんなに提督のおかげです。この
勝利、乾杯しましょう。ワナワの力ではない。おっと、まずは航空隊か。これもできれば防いでほしいな。おい、いいのかな。うん、航空隊にも、うん、ダメージが入ってしまったが、あ、まあそれも行きます。やっぱり戦場が近いからね。こちらの攻撃も通るけど、相手からの攻撃もねされちゃうっていう、なんともなんともジレンマだけども、うん、これはテイク2だな。今度はどうだ。さあ始めましょう。打ち方、打たせたが通らなかったようだけど、反抗戦で今回は黙らせられてない。あおこれは攻撃まだまだだ。俺たちは上からだね。いや、しまえ。遅い、全然遅い。逃がしはせん。うん、魚雷攻撃はなんとかなると思ってたけど、今度は、うん、航空攻撃でやられちまったか。やるじゃない。この秋月が健在な限り、やらせはしません。うん、弱点を攻めてくるな。どうする、竹のとこだけ手法を乗せるか。いやでもな、あまり意味がないか。これはもう仕方ないということしか言いようがないな。絶対ですね。作戦完了です、提督。ありがとうございます。助かるの。苦しゅうないぞ。よし行こう。呼吸ありがたいです。これでまた出撃可能です。よし、作戦計画概要を。大丈夫だ、まだ何も我々は失っていない。航空隊は健在だし、艦隊もまだまだ、ちょっと直すわ。まだまだ。そしたらまた出る。戦えるし。少しお風呂に入ってくるね。風呂はいいな。少しだけ。こうなったらあんまりやりたくないけど、やりたくなかったけど、竹をフィニッシャーから外して2番艦にする。という決断。大丈夫？さあ頑張りましょうね。マミヤさんとご一緒できて、ブラコ光栄です。そしてこの機関を守ります。罰病出撃。かわいい。こういうの嫌いじゃない。絶対大丈夫。作戦計画概要をご説明します。砲弾作戦、第5作戦海域、作戦要項です。うん、航空母艦サラトが抜病します。続いて
さて、行きます。道中撤退2回連続、まさか3回目あはねえねえなありえるんだよな。でもな、さあ始めましょう。打ち方始め。力はあると思ってはいるんだけどな。ただ倒せるかどうかは、航空隊発艦始め、うん、やはり祈る力が足りないのか、どうなんだろうか。航空隊発艦始め。直接ゲームとは全く関係ないんですけどね。まあ、今使ってるね、コンタクトレンズがね、まあ損傷してしまいましてね、まあ交換しに昨日行ってきたんですけども、その時目の検査するんですけども、左目がね なぜかこう何か違和感があるなと思っていたらね、どうも眼球に傷がねちょっとあるということが分かっちゃってっていうか、まあ、原因がそれだったんでね、まあ、直接痛みとかそういうのはないんだけども、まあそのまま放置しておくわけにもいかないんで、まあ目薬をね、まあ処方してもらって、で回数がね1日なんか5回なんだよね、結構多いよね。今日はまだ3回しかつけてないんで、あと2回つける忘れそうだね、本当ね。まあ、皆さんも、うん、まあアレルギーとかねあると、そういうのがあるらしいという話をね、まあ、先生は言ってたんで、やられた、逃がしはせん、よりどり緑っぽい、もう竹また狙われてるじゃん、なめるな、やってやるぜ、よく狙って、4本竹には来ないで、よしよしなのかこれは、うん、この秋月が健在のか、やらせはしません、うん、過労してセーフ。まあアレルギーとかねあると、まあ、それも指摘されたんでね、まあ、自分の体のことながら、うん、やっぱりそういうふうに、まあ、衰えなのかもしれないけども、まあ
薬に頼るのもねあまり良くないんで、いよいよでも自力で治せないしどうしたらいいんじゃと思っております。遅いよ君、もらった。とりあえず散らかしたけども散らかったね。めっちゃなめるな。2人目はよし、これ落とせば3人目はもう大破してるんで、よし抜けた。ながらの足についてこれる。よりどり緑っぽい。本来は夕立ちと綾波はね特攻艦ではないので、うん、まあフィニッシャーとして採用したわけではないんだけども、まあそこはやっぱり連動の差が出ちゃってるね。もし竹の連動が130とかねあれば、もうちょっとね回避してくれると思うんだけど、うん、そこは難しいとこだね。では昇級を。ここで沈め。頑張ってる頑張ってるよ。やったかな。弾幕が薄い、異様な気がします。弾幕です。できれば一隻でも沈むわけにはいきません。おお。どこに行く。よし一撃頼むよ。まだやる好きじゃない。まあまあ、悪くはましょうか。まあまあ、いいわけないだろ。私が悲嘆するなんて。誘爆を防いで甲板は大丈夫ね。まだまだ戦えるわ。攻撃隊の援護に代わって。いいぞ。さあ始めるわ。本当にアウトメイクで。よし、まずはよし200。よし、これ雷撃が出るから、それでこいつをやってくれ。攻撃よし、やった。あとは3、あと3択やってくれ。80。ああ骨と、これはある意味仕方ねえ、仕方ねえんだけど、仕方ねえんだけど、500は切って、前期発艦。よし。この秋月が現在の600。残ってるな。いよいよわらわの本領発揮じゃな。ダメージが。なんともいない。なんとも。全部ボス行けば勝てる。そういう作戦しかねえ。夕立ち。もうバカ、これじゃ戦えないっぽい。
発動したい。てやるぜ。1。ふざけるな。切るかよ。ながらの足についてこれが。ああ、400は。さすがの400は。2択でいかない。やっぱり足りないんだな。このあと見て足りないというか、多分ユウダチと綾波が2人ともカットイン出してボスに行っても倒せないよね、あのままだとね。そして飯山風。作戦完了です。提督、まだいけるか、まだいけるか。よし、航空隊はまだ健在。作戦計画概要をご説明します。問題は基地が戦えるか。一応第1話も戦える、第2もまだ戦える、第3もまあ過労してまだ戦える。でもおそらく艦隊全体としての連動は落ちてるんで、まあ連動というか熟練度がね落ちちゃってるんで、敵もなかなかやるわ。体直しておかないと。悪い、ちょっと直すわ。実を言うとホーネットが被弾したのこれ初めてなんだよね。まあ機関だったからっていうのもあるんだけども、あまり攻撃受けてなかったんだけど、ついに受けちゃったね。よし、とりあえずは艦隊が整ってるから行くけども、今日のところはあともう1回か2回かが限界かな。削り切ってはいるんだけども、さらに、ダメージを与えて後段作戦、第5作戦行くわけだからね。作戦要項です。 CV3 サラ出撃します。皆さん行きましょう。ではみんな、検討を、そして大量を。行きます。航空隊発艦始め。行きます。航空隊発艦始め。弾幕が薄いような気がします。弾幕です。今までのね戦い、まあ私個人的には満足しています。まあ、ボスの到達率も、まあ、2回に1回はね到達できてるし、サラの子たち頼みます。いい、
まあ、ボスにも、まあ、決定的なダメージが入ったのは1回あるし、本当にうまくやればヒル戦でね倒せる可能性もね十分あることは分かりましたから、うん、まあ、かなり確率的には薄い勝ちを望まないといけないから、まあ、基本的には野戦でとどめをさせるのはね望ましいんだけど、まあ2-2の時もそうだったんだけども、まあ、野戦に行かずにね、まあ、勝ちましたんで、まあ、勝ち方はね、まあ、どんなもんでも、まあ、勝てば勝ちなんで、まあ、3人クリティカルボスにドーンと当たれば倒せるだろうと、うん、と思っているんで、なかなかねフィニッシュでボス倒すための攻撃も、まあ、かなりダメージの幅が、ね、あるから100から150程度はね多分出してくれるとは思うけど、それ以上のダメージが果たして出るかどうかっていうとちょっとね、まあ、前哨戦の時はダメージ確か300程度は出てたとは思うんだけども、それもだいぶもうねヘロヘロの状態で多分一撃っていうところで出てたんで、まあ、元気な状態であればちょっと出しづらいんじゃないかな、なかなか攻撃が通らないんじゃないかなというふうに予想はできるんですよね。うん、やっぱり姫の攻撃がちょっときついね、やっぱね。うん、もうやめよう、やめよう、やめよう。これのライン行きだけがねどうもダメージ入っちゃうから、どこにどこ来る、これがあーなら OK、 あとは攻撃がここに来て、うん、でもう一回もう一回もう一回、どこだこれ、もう一回、あ、よし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 、まあまあ抜けたからよし、うん、こんな感じではあるけれども、もう対戦装備なんて投げ捨てましたからね。野戦はどうかな。今回はね単勝と持ち込めないからね、この野戦のおかげでね、初めは持ち込んだんですけどね、見事に集中砲撃受けちゃっても全くダメでしたからね、うん、なんで単勝とは外しました。これは無理だと。あ、さすがに綾波にこれはかわせなかったね。まあまあしょうがない、これは帰ろう。
買いましょう。作戦完了です、提督。なかなか、なかなか道中もこのありさまだからね、難しいんだよな。航空隊は健在、よし。もう航空隊がの熟練度落ちちゃったらね、もう戦えないからね。資源もだいぶね、そこを突きかけてきてるんでね。それでは、今日はね攻略やってきましたけども、これが、今日最後の出演機にしたいと思います。あ、一応もうちょっと頑張りたいけども、ちょっと弾薬がねもう10万切っちゃったんで、次の回帰のこと考えますと、そろそろ、備蓄の方もね考えないといけませんので、やっぱりちょっと入軍来るまで一回備蓄体制を整えて、それからまた挑んでいきたいと思います。これで割ってしまえばいいんだろうっていうことなんでね、それはねそうしたいところなんですけど、割れると思うんだけどな。ただ思うだけなんでね、思いだけでは割れないんだよな。よし、この海域に来てから、ながらを使ってるんですけどね、初めの頃は大破をね連発してたんで、今ダメコン積んでるんですけど、最近は大破しないな。
さすがというか、やっぱレンドがちょっとでも上がってくるとね、そこは変わってくる感じがしますね。やっぱり全カムスの連動150くらいまではもう上げないといけないのかな。130ではちょっと足りないような気がしてきた。150なんて言うとなかなかちょっと手が出ないな。プラス2、うん、航空隊発艦始め。かわしてかわしたどこだ。まだまだ、うん、この程度では沈まんぞ。構うことね。もう1回来るね。ブーンで、よし、かわした。かわしてはいいか、被弾してるか。遅い、全然遅い。わらわには見えず。ブーン遠くかな。どこで前へ来た。よし、これはかわせたね。これはどうだ。あー、行った。昇格、ついに。ついに昇格に来てしまったか。まだまだ戦いまでやらせはしません。かわせなかったし、当たりどころが悪かったね。残念だけども、作戦完了です。継続。まあ、今の、まあ、うちの艦隊の力では、まだ足りないようでしたね。はい、ということで、タモンモルの、カンコレ、今日の配信はいかがでしたでしょうか。ちょっと後半は道中で、苦戦をしてしまって、ボスにはね行くことができなくなってしまいましたけども、まあこれもカンコレです。まだまだねやれることはあると思うんで、まあ、友軍が今度来ます。まあ、それに合わせて、艦隊もね準備をして、用意を整えましたら、また次回配信していきたいと思いますので、お疲れ様でした。それまで、しばらくお別れです。皆さん、それでは、おやすみなさい。